ストレスなさそうな感じに見えるけど、しかもこれは右がひどいから、そうね、うん、うん、いい感じ。きたー、完璧ー、ナイスー、待って、でもラフで終わったっぽくない？やりました、あれ、あれです、完璧なんだけど、え、虫除けする？ちょっと右だ、右、かゆい、かゆい、ラフ、ラフ右の抜けた、お、あー出た、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、バーバーバー、あ、うん、最後クッて切れるね、うまーい、右は初めからあったんですけど、もう一個残り100切ったところの右の傾斜に1個作りましたね。ここ難しいとこだね、あのグリーンが、あ、そうです、ちょっとへぇキック状になってるね、右向きたくなるナイス、やだ、完璧、今のめっちゃ完璧、おお、いい音だよ、ナイス、左、良さそうだね、左フェアウェイじゃない、うん、本日の調子はどうですか、残り後半4つになりました、一回ちょっとパー5でダブルパーしちゃったんですけど、うん、そっからは一応ボギーボギーボギーできてるんで、ね、とか立て直せてると思います、うん、引きずってないね、引きずってない昔だったらさ、そこでさズル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 っていうのがね、うん、もう今じゃすぐ立て直して持ち直して、むしろなんか調子がいいのがずっと続いてると逆にちょっと不安になっちゃって、あ、逆にそう、一回ちょっとなんか立てた方がなんかよし、なんかもういいな、頑張ろうみたいな、力も抜けるし、抜ける力が抜ける、確逆に、お、いいとこ、いいとこ、右を向かないことです、まず、ね、私ピンをもう見たので右を向くってことが分かったから、はいはい、ピン見ない、あ、オッケーオッケーオッケーでしょ、完璧、うん、こうやって触れないんだろう、うん、毎回ドン、でかい、でかいぞやっぱいい当たりすると大きいね、ね、おー、ゆっこもいいね、ちょっと右ですけど、あー、キックがあかんかった、大丈夫大丈夫大丈夫、パーいけるよ、ナイス、ナイス、切れちゃったけど、でもナイスナイス、いいね、うん、ナイスパッ、はい、逃げ、イエイ、いいよ、ダボ必食、お、流れが変わった、流れが変わった、正面のバンカー狙い、目標を見ない、うん、今いい感じ、ベスポジ、おー、でもいいよ、うん、でもいいんじゃない、ちょっと待って3打目頑張ろう、でも大丈夫、ちょっと出します、うん、右に行きましたね、スズムシですか、これ、ヒグラシ、ヒグラシか、セミ、セミ、ヒグラシ、ニュ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 って言ったやつね、どう今、お、いいんじゃん、ナイス、ナイショ、変な感じしたんだけどな、うん、正面のバンカー方向で、あ、そうですね、あのグリーンはもうちょっと右目になります、狙わないのか、うん、
狙える距離じゃないんです。本当ピンの前になんかバンカーとかあるんですか？ないです、あの左の見えてるピン狙っていけばいいんじゃない？右手前はないですね。花道、はい、若干右狙いでいいと思います、はい、ピン方向で、うんうんうん、おいい当たりだよ。今ね、なんかね、テイクバックよかった。はい、はい、あの傾斜も目もこう全然フックに見えないんだけどね。うわ、なになに、結構壊れたと思ってきたちょっとなんか霞んでる？水蒸気。ちょっと引っ掛けた。出た。音がしないから抜けた？これぐらいの方だから、まあ林だね。うん。いつもはあっちです。キャディーさん、はい、右もグリーン張り替えたんですか？バンカーだけやり直した。おー、うまい。今うまく打ってた気がするね。この2発最高じゃん。ここです。ヒント、下が柔らかいから、難しいな。結構ナイスだね。あざます。いいよ。いや、ナイスです。ナイス。そんなにあのカップ1個見るか見ないかぐらいで、あまり切れないと思う。曲がれ曲がれ。でもナイスタッチ。うん、ナイス、ナイスボギー。ありがとうね。ちょいすらね。はい、結構。でも最近バーディーよく取ってんじゃない？ちょこちょこ、ちょこちょこ、ちょこちょこはね。だーナイスパー、完璧。バンカーの形は変わってます。変わってないんですけど、はい、形は変わってる。はい、あの左が結構また深くなってる。そういえば確かにフェアウェイバンカーはそんな深いのなかったですもんね。はい、これどっちも出るんだよね。左もダメだし右もダメだし。おー、うん、そういう時は先を見ないと。うん、バンカーとバンカーの間だよね。うん、うん、いい。右にキックし、お、平気だね。平気平気平気。大丈夫。大丈夫。本当に。ありがとう。わー。何何？京一っぽいよ。京一？ナイスショー。3打目勝負だからね。おー、ゆうか同じ方向行ってるけど、これ残る残る残る。大丈夫。まあまあ、でも次だからね。池越えちゃう。池越えですよ。パックリ空いてますよ。7持ったっしょ。7持った。7番です。多分本当8でも行くよ。いやでもまあね。てかすごいうまいんだけど。めっちゃちょうどちょっと大きいじゃんか。ほら、ちょっと奥に行ったけど完璧。後半バシバシだよ。後半いいね。あの10からいいよ。あの10から出てからいいよ。めっちゃいいよね。じゃあちょっとこうやったの、この縁ショット、縁ね。ほんとよ、受けるよね入ったら。
池越え。池越えです。アプローチ。越えのアプローチです。うん。上中ね、見てもね、大丈夫。うん、うん。右向いてない。ちょっと左行っちゃったった。お、上。大丈夫。そんな左。入れパーでしょ。ナイス。お疲れ様でした。どうでしたか、回収中の御殿場は。でもなんか思ったよりなんか今日ちょっと良かったんで、ね、1回しか入れなかった。てかさ、この間は110叩いて今日90だったら20打違うからね。すごくない。いや、あのパー5後半の、うんうん、あれやばかったね。ダブルパー10回。あ、そっちね。そう、あ、そっちね。最後のパーの方じゃなくてね。ダブルパーがちょっと悔やまれますけど。そうね、あれがなければ80代だったもんね。そうなんだよ。でもね、お互いね、うん、ダブルパーやっちゃったからね。やっちゃったからね。まあそれもゴルフということで、うん、はい、気持ちよかったです。ちょっとね、全部終わってからの、うんうん、コースがすごく楽しみです。そうだね、これがね、ビシッとなった時はすごいですよ。また皆さん予約が取れなくなると思いますが、うん、このコースがビシッとなる日を楽しみにしててください。10月ぐらいにはもう結構ビシッとしてくるんじゃないかなと思います。はい、では皆さん次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。